我が心のふるさとの親分なり。にゃにー、普段の可愛い店内でハーハーしながら見つめるのも背徳感があっていいのにが、遊びの舞台で見るのもまた格別の果実によりよ。じゃあもう景観のいい場所で食べるケーキもまた格別でござる。さあ安心してもいいでござる。自分たちの出したゴミはきちんと持ち帰るでござるよ。自分に厳しく、オンベルモートに魂を捧げたもののノブレスオーブリッジなんだな。公共の場所なのです。だからみんなのお庭にしようなのです。いいのか、リカちゃん。でもやっぱり遠慮したい人たちもいるのです。うん、にしてもケイちゃん、心の友、心の中の存在、つまり妄想の虚像だ。よってそんな友は俺の世界には存在しない。でもいるじゃん、そこに。にしてもものすごい数でございますわ。村の半分以上の人間がお集まりになってるのではございませんか。石綿流し並みのお祭りなのです。ここだけじゃないのです。集会場も南沢の大人たちでいっぱいなのですよ。そうなの。おい、ミオン、これはいくらなんでも集めすぎじゃないか。ケイちゃん甘いよ。クラス委員長が変わるなんて、私が学校通うようになってから一度もなかったんだからね。だからこれくらいの規模のお祝いは当然。本当にと言いたいんだけど、確かにこりゃ変だね。おかしいなぁ。君吉のおじいちゃんにはバーベキューを手伝ってくれる大人を集めてってお願いしたんだけどな。君吉も来ているのです。ほら、うー、ミオンちゃん、ようやくお出ましかい。おじいちゃん。悪いね、勝手に先に始めちゃってるよ。教会の連中、早く飲ませろってせき立てるもんだから。おお、この子だね、ミオンちゃんの一応の彼ってのは。あ、どうも。一応、いやいや、
さすがにミオンちゃんが見込んだだけあって、なかなかの面構えだ。こりゃミオンちゃんのお父さんを超える男になりそうだな。よろしく頼むよ、前原圭一君。あ、よろ。はい、だ。一中ってどういう。いや、照れなくてもいいよ、前原君。ミオンちゃんの思い人ってことは、もう村中の人間が認めていることなんだからさ。ちょっと待って、おじいちゃん。ケイちゃんは、そうなんじゃないって。分かってる。みんなまで言わなくても、おじいちゃんはちゃんとミオンちゃんのことを分かってるから。だから、違うって。それよりも、この騒ぎどういうことなの？どういうこと？とは？確かにケイちゃんのお祝いだから、お寺の人に手伝ってもらいたいって言ったけどさ、こんなに人集めて村を挙げて大騒ぎしてって言った覚えはないんだけど。当たり前じゃないか。今日はめでたい日なんだから。ミオンちゃんね。何言ってるの。めでたいのは私じゃなくてケイちゃんで。同じだよ。今日はミオンちゃんが将来の伴侶を見つけたお祝いなんだから。Thank you.
落ち着け、レナ。それだと話したくても話ができない。息もできない。レナ、やめるのです。ミーが幽体離脱しかけて昇天直前なのです。ですわね、たたりなのです。成仏するのです。ナムー、勝手に殺すな。するか、初耳だ。な、なあ、ミオ。あたしだって。あたしそんなこと一言だって言ってないよ。いいから思い出せ。そして一字一句再現してみせろ。おじいちゃん、今度の日曜にみんなでバーベキューパーティーを開きたいんだけど、協力してくれないかな。パーティー？そりゃ一向に構わないけど、何のお祝いなんだい。やっとさ、やっと見つけたんだ。私の全てを任せられる男の子をね。なんかおかしかった？私、言い方間違ってた？まあ確かに意図は間違ってはおりませんが、聞き取り用によっては力いっぱい勘違いしてしまえる内容なのですよ。本当に空気読めないんだね、兄ちゃん。それでね、せっかくの殿崎当主の婚約とあっちゃ、村を挙げてお祝いしなきゃ体裁がつかないって教会の大人衆が言い合ってね。もちろんご三家としても。ちょっと待って、この話が場所の耳に入ったら。え、もう知ってるよ、お嬢さんは。今度二人で遊びに来いって、本当で迎えたやろうって意気込んでたよ。
そういう割にものすごくご機嫌だったけどね。前原君は今や村一番の有名人だからね。聞いたよ、今度の祭りでもいろいろやってくれるんだって。楽しみにしてるよ。それよりも話が飛躍しすぎでは。そりゃまあ、ごく一部の人は早すぎるんじゃないかとは言ってたけどね。今時の若い子のトレンドだと普通かもしれないって意見が出たら丸く収まったよ。それにこういうめでたいことは村の全員で雰囲気を盛り上げることも必要だしね。しっかりやりたまえ、前原くん。日南沢の町会は君たちのことを応援するぞ。ミオ、お前からも何か言ってな。ツンツン、立ったまま気をされているのです。兄ちゃん、おじいちゃん、向こうで牧野さんが呼んで。あれ、こんにちは、お兄さん。ご機嫌いかがですか。しよ、てめえ。あれ、違いますか。お姉のご亭主様なら私には義理の兄でしょうに。ケイちゃんのことベタ褒めでラブラブ光線乱れ打ちって感じだったのに。ラブラブ。ダメ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 。それ言ったら絶交だってあれほど言ったでしょうが。あんた本気で殴るよ。おや、それ人に物を頼む態度ですか。ちょっとショックですね。お願いします、シオン様。これまでの無礼はヒラに謝りますから。どうかあなたの口からみんなに誤解だって説明を。いいじゃないですか、楽しければ。それはあんたたちだけでしょうが。
まあ、行ってみますけどね。多分手遅れですよ、もう。は？向こうの集会所、今どんな話題で盛り上がってると思います？生まれてくる後継ぎが男か女かで、誰が名付け親になるかって話ですよ。あ、後継ぎ？そんなに心配しなくても、みんな冗談半分ですし。半分本気なんじゃないか。あとですね、母さんと父さんももうすぐ来るみたいですよ。花婿さんを見に。花婿って、俺にか？じきじきに見分してやるって。気をつけてくださいね、ケイちゃん。うちのお父さん、その崎組の親分さんだから。頑張ってくださいよ。応援してるのか脅迫してるのか、どっちだお前は。大丈夫ですよ、ケイちゃん。私が二人にはちゃんと説明しておきましたから。ちゃんとね。私をカレー事件で命の危機に追い込んだ天罰ってことで。そりゃそうです。竹を割ったような性格と呼ばれるよりも、むしろ餅をついたような女と呼ばれたい。それが私、園崎紫苑。自分で言ってると世話ないのです。だいたいこんな面白いネタ沈めてもしょうがないでしょ。火を消すくらいならガソリンぶっかけて火の海にした方が、そりゃもう爽快ってやつですか。ケイちゃん逃げよう。はあじゃないでしょ。状況わかってる。このままだと私たち、今日は一日中酒の魚にされて、明日からは公認のカップル誕生だよ。悪いでな、今日のパーティーは延期ってことで。行くぜ、ミオ。行こう。
すみません。いえいえ、相も変わらず落ち着きのない子だね。え？ミオン。あんたが前原くんかい？私はミオンの母親やってる園崎茜さ。これからはお母さんって呼んでいいからね。何してるんだい？あ、母さん、熱燗が足りなくなったみたいだから準備をしていました。そんなこと言って隠れてちびちびやってたんじゃないのかい？今日のお酒は上物ばっかりだからね。え、そうなんですか？それじゃあ私もお一つ。そいつはもう少しだけ待ちな。あと数年もしたらもっといいやつを蔵から出してきてやるからさ。はい、楽しみにしてますよ。もうあんただけでも帰っていいんだよ。何ですか母さん、また私だけ仲間外れですか？そうじゃないさ。ただあんたもこういう席だと居づらいんじゃないかなって、そう思ったからね。どうして？何年あんたの母親やってきたと思ってるんだよ。それくらいはわかるさ。それに私だってあんたたちのことを思い出さなかったわけじゃないんだからね。仕方ないですよ。あの時とお姉のこれは状況が全然違うんですから。そうかい、分かってんのならそれでいいさね。これだけは覚えておくんだよ。あの時はあんたが憎くてああなったわけじゃない。相手が悪すぎただけなんだよ。彼は悪い人だったんですか？いや、いい子だったと思うよ。妹を守って懸命に生きてきた姿は私から見ても好青年だったと思う。ただね、ここは雛見沢であんたは園崎の人間だ。自分の意思だけではどうにもならないものが厳然と存在する。そして母さんは私のようにあんたを日陰者にしたくなかったのさ。その母さんは母さんですか？それともばあさんですか？両方だよ。本当は当主だってあんたをミオンと同じくらい大切に思っている。今のあんたが辛いのは当然だけど、村のために憎まれ役を演じ続けなきゃならない辛さも少しは分かってやってくれないかい？難しい要求です。正直今答えろって言われたらノーしかないです。でもあと少しだけ時間をもらえたら。少しは。そうかい。
出来上がったようだね。それじゃこのとっくりは私が持って行ってやるよ。すみません、よろしくお願いします。母さん。なんだい。それ母さんの分は2本までですよ。参った。しかし、ミオンのお母さんがあんな人だったとはな。でも、いい人たちだったな。ダム工事ですか。そう。この雛見沢はね、お上のお偉方が建てた国土計画の一環ってやつで、ダム湖の底に沈むことになっていたんだよ。あ、でも中止になったんですよね。中止になってなかったらここで宴会なんてやってないさね。中止にさせたんだよ、村人みんなで団結してね。だから今日のこの時間は私たちが戦って勝ち取った報酬なんだよ。
はじめこそ議会を通じて嘆願したり、大臣に直接訴えたり、比較的に平穏なものだったよ。でも徐々に国は権力を行使して高圧的な態度で挑んできた。機動隊とかなんとか組織だった強制執行ってやつでね。だから戦った。私たちもあの子もね。ミオンも。ああ、あの子は行動力もあるけど、いろいろと悪知恵が効いてね。警官隊とかの武力集団に立ち向かったりして、公務執行妨害でよく留置場に放り込まれていたよ。はい、余計なことは言わんでいい。そりゃそうだけど、ミオンの夫になろうって以上話しとくのが筋ってもんだろう。それはミオンが自分で話すことだ。親が言うことじゃない。はいはい、私はそういう隠し事は嫌いだけどね。やれやれ。ああ、なんでこんな話をしたか、そう思ってるかい？え、あ、いや、はい。雛見沢はね、昔から根も葉もない噂を立てられたりして、この村の出身者はいろいろと差別されてきた。だから結束力が固いといえば聞こえがいいけど、反面ものすごく排他的でね。外から来た人には無意識のうちで色眼鏡をかけちまう。だから結構みんな気にしてたんだよ。前原君たちのように新しい人たちがうまくやっていけるか、知らないうちに暮らしづらい空気を作ってはいないかってね。そんなことないです。毎日が楽しくて、雛見沢に引っ越してよかったと本気で思ってます。そう言ってくれると嬉しいよ。あの子は、ミオンはレナちゃんやあんた、それに北条のさとこちゃんのこともいつも気にかけていた。だからこの村の暗い過去、そして噂話を秘密にしていたんだと思う。みんなに明るく過ごしてもらいたい、その一心でさ。それでも狭い村のことだから、いつかは分かる話だろう。だけど隠していたのはそういう理由だっていうこと、分かってあげてほしいんだ。だからね、どんなことがあってもあの子の優しさだけはあんたたちだけでも信じてやってはくれないかい？あの子はこれまでずっとこの雛見沢の御三家、園崎の次期当主として生きてきた。きっとこれからもそうなんだろう。だからあの子は自分の思いとか感情ってやつを無意識に押し込めるところがあるのさ。かわいそうなことをした。そのせいで冷たいとか人の心を読み切れていないとか誤解されてひどいことも言われたりしてね。そんな。
正直疑いそうになったことはあります。けどやっぱりミオンは最高の仲間です。少なくとも俺は、そして俺たちはそう思っています。ありがとうよ。けれども皆の代表になるってのはそういうことなんだよ。自分の感情を殺しても皆の生活と安定を求めなくてはいけない辛い立場だ。そしてそれは村のみんなが知ってる。知っていて結局何もできなかった。私も含めてね。だからこそあの子があんたの名前を出して委員長を任せるなんて言った時には正直驚いたんだよ。たかが学校の役職なんて言うかもしれない。それでも上に立つことの辛さはあの子が一番よく知っているはずだからね。おいそれと誰かに背負わせるくらいなら自分が黙って持ち続けようとするんだよ。今までのあの子なら。ね。俺は。でもそれならなおさらなんで。